繰り返しお伝えします。午後2時21分ごろ、北海道地方で震度6弱を観測する強い地震がありました。震度6弱を函館市で観測しています。また震度4を北海道七飯町、鹿部町、青森県大間町、風間浦村で観測しています。テレビの映像は地震発生時の NHK 函館放送局内の様子です。天井から吊り下げられた看板が揺れています。震度6弱を観測した北海道函館市内にあります NHK 函館放送局、その局内の地震発生時の様子をご覧いただいています。この震度6弱は人が立っているのが難しいほどの激しい揺れで、建物の壁や窓ガラスが壊れて落ちる恐れがあり、補強されていないブロック塀は崩れることがあります。これがその函館市の地震発生時の映像です。鉄筋コンクリートの建物でも壁や柱などにひび割れができることがあります。新しい情報です。震度6弱を観測した函館市にある NHK 函館放送局では、30秒ほど揺れを感じましたが、棚から物が落ちるようなことはありませんでした。震度6弱を観測した函館市にある NHK 函館放送局では、30秒ほど揺れを感じましたが、棚から物が落ちるようなことはありませんでした。テレビの映像は地震発生時の北海道函館市内、震度6弱を観測した北海道函館市内の様子です。午後2時21分ごろ、北海道地方で強い地震がありました。震源地は内浦湾、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。原発の情報です。東北電力によりますと、震度3を観測した青森県東通村にある東通原子力発電所は現在運転を停止していますが、この地震で異常が発生したという情報は入っていないということです。東北電力によりますと、震度3を観測した青森県東通村にある東通原子力発電所は現在運転を停止していますが、この地震で異常が発生したという情報は入っていないということです。テレビの映像は現在の青森県の東通原発の様子となっています。午後2時21分ごろ、北海道地方で震度6弱を観測する強い地震がありました。震度6弱を北海道函館市で観測しています。テレビの映像はその函館市内にある NHK 函館放送局、地震発生時の様子です。この地震による津波の心配はありません。震源地は内浦湾、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありませんが、周りに棚から落ちてきたようなもの、あるいは崩れやすくなっている建物などがあるかもしれません。身の安全を確保してください。